こんにちは。今日は今年最後の美容室に今から行ってきたいと思います。で、髪をそうですね、毛先ちょっと整えるくらいに切って、あとカラーは前回がリタッチだけだったので今回は迷ってるんですけどね。はい、まあこのくらいですね。そうだ、今何センチあるのかな、ちょっと測ってみますか、ついでなんで。前が84センチだったんだっけ、なので多分もうちょっと伸びてると思うんですけど、25センチくらいですね、1センチくらい伸びてるのかな。じゃあ今から行ってきます。
また帰ってきたら動画撮ります。はい、今美容室行ってきました。で、今日なんですけどカメラを忘れてしまって美容室の写真が撮れなかったんです。すごいもう残念なんですけど、なので美容室の写真は今回はないです。で、今回は10分くらい悩んだんですけど、やっぱり髪が傷むからリタッチだけにしました。次回は全体染めたいなと思います。はい、あとは毛先をちょっとカットして、あとはトリートメント、あと前髪もちょっとだけカットしたんですよね。あの、また伸ばしますけど、あとはトリートメントをしました。はい、こんな感じでサラサラです。じゃあまた今度行った時は忘れずに撮りたいと思います。はい、では最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまたねー。